誰でも話せますドイツ語 <music> こんにちはようこそそうなんです誰もが実際どんな言葉でも話すことができるのです私たちは皆さんにできるだけ簡単にまた可能な限り楽しみながら学べるように努力しています私たちの目標は謙虚・堅実です それは皆さんが周りの人々が何を欲しがっているのか理解できるようにそして少しはお話ができるようにもしくはせめて適切なタイミングで正しい言語を発することができるように基礎単語と慣用表現に慣れ親しむことができるチャンスを作り出すことですそれだけでも大したことだと思いませんか復唱。私の役割は皆さんが学習するのを助けることです 皆さんは新しい言語を聞いて字幕を読んでそしてもちろん聞いたことを復唱するなどの作業を皆さん自身で実施することになりますですからすべての単語や文章を2回反復しているわけです皆さんに読み理解吸収しついに話せるようにするためにたとえ初回で覚えられなくても2回3回と繰り返すことで覚えられるようになりますよ 何回でも気の済むまで練習してください最も重要なことは話すことを恐れないことです確かに周りの人が皆さんがネイティブの話者ではないと分かってしまうでしょうでもそれは大事なことですか言語は人々をつなぎ結びつけるものです皆さんがその国の人々の言葉を話そうと努力することはたとえ間違いを犯しても必ず彼らの感謝尊敬の気持ちを呼び起こすでしょう 私たちは、私たち自身が言わんとすることを表現することを学習しています。なぜなら、私たちが何を意味し、何を欲しがっているのかを伝えることが重要だからです。ここで使用されている英語欲は、必ずしも文字通りではありません。ですが、それは確実に言いたいことを伝えるように訳されています。また、公正を保つために、男性系と女性系が存在する場合は、 可能な限り両者を提示する努力をしていますが毎回これを実施すると学習の効率効果が落ちてしまう可能性があります本教材は男性系も女性系も学習できるように設計されていますがもし男性系のみの提示であった箇所がある場合は学習効率を上げるためだとご理解くださいはい、それでは学習の旅に出かけましょうまずは、はいの単語を学びましょう